稲わしろ湖は、日本の福島県藍津若松市、氷山市、山郡稲わしろ町にまたがる、日本国内で4番目に広い湖である。別名、天京湖、阿賀野川水系所属の一級河川の指定を受けており、福島県のシンボルの一つとされている。福島県のほぼ中央に位置する。面積は、琵琶湖、霞ヶ浦、サロマ湖に次いで、日本第4位で、福島県最大。 また、湖面の標高514メートルは全国でも有数の標高の高い湖であり、バンダイアサヒ国立公園に属する。長い間、湖面は境界未定地であったが、境界を確定することで地方交付税を増やすべく、東京利選主義で1999年10月に境界線が引かれた。これにより湖面は47%が稲わしろ町に、 28%が藍津若松市に25%が郡山市に属することとなった。共産性の地下水や共産性の源泉による共産性の水質が特徴の菅川の水が長瀬川を通じて流入するため特に流入部を中心に湖水は酸性を示す。これによりプランクトンが少ない。また鉄イオンやアルミニウムイオンの濃度が高く、 酸性の流入水と中和する過程で、有機物やリンが凝集して沈殿するため、水中の有機物の量を示す COD は 0.5mgL と日本で最も少ない湖であり、4年連続で故障の中で水質日本一になっている。しかし、近年、流入する酸性水の量や質の変化、生活系や産業、農業系排水の流入等の要因によって湖水が、 中性化する傾向があり、今後中性化が進行すると有機物を沈殿させる、作用が働かなくなったり、固定に沈殿していた物質が溶出したりして、水質が急激に変化する、可能性がある。2002年、福島県では、稲和四六及び浦万台地域の故障群の、水環境の悪化を未然に防止し、水環境を保全していくため、水質を脱防止法の上の積成及び横出し、 規制条例を制定した。周辺地形図、上は、猫間火山と万代火山第四期以降、東側の川下田断層により、盆地の形成が始まり、新大山期中も西側の、藍津盆地桃園断層などを含む東西の断層により、現在の稲わし湖に続く盆地の形成がなされた。その後、南方からの火砕流による西側山地の発達を経て、 バンダイ山による9万年前頃の沖縄島火砕流堆積物と4万2000年前頃の塔、無火砕流堆積物によって、盆地排水部がせき止められ、湖盆地型が形成され、湖の水位が上がった。その後、東側による急激な侵食により、湖面が現在の高さまで低下し、現在の稲わし湖が形成された。縄文時代中期から後期にかけては、 現在よりも湖の水位が低かったと考えられ、湖北部の沖において、この時期の土器などの湿度が見られる。北見工業大学の調査によると、約2万年前に、固定で巨大な地滑りが起きた痕跡があり、津波が起きた可能性が高いという。工房大師がこの地を通りかかった際、気を追っていた女に水を行うが断られてしまう。 そこで別の村で米を研いでいた沖縄という名前の貧しい女に米の時水を買うと心よく飲ませてもらえた。その翌日、万代山が噴火して周囲の52の村が陥没して固定に沈んでしまったが工房大師に水を飲ませた沖縄の家だけは固定に沈まず島となった。これが沖縄島だという伝説が藍津地方に伝わる。江戸期 稲葉白湖では古城における交通の発達が見られた。この古城交通は開米などに用いられた。また、同時に、周辺地域における農業用水の供給源としても用いられており、戸の口石、布の富士石などが存在していた。その後、明治期にはそれまでの地域のみならず、降水量が不足する郡山市周辺の朝霞原野に飲料用水や、 農業用水を供給するために、1882年に浅霞疎水が、1977年に新浅香疎水が整備された。この疎水は湖の東側より取水し、分水嶺の山をトンネルによって越えるものであった。近代日本を代表する重要な疎水事業によって、浅霞原野は日本有数の米の生産地に姿を変えた。用水は最終的に、 阿武隈川水系に回収される。安定した供給量を確保するため、湖の西側にある流出河川の日橋側に16強水門をもう稽湖水面の高さ調整を行っている。現在では、稲わし湖この水は、この朝霞疎水によって主に、琴川の氷山市の農業用水などとして用いられる一方、湖西川の藍津若松市においても飲料水などとしても用いられている。 加えて、東側や浅香疎水には、複数の発電所が設けられており、これらの発電用水としても用いられている。その他、国の地方公安である、沖縄島港、湖南港があり、主に観光港として機能している。稲わしろ湖は、福島県を代表する観光スポットである。日本百景に選定されており、キャンプなど、年間を通して、家族連れなどの観光客が多い。 白鳥の飛来地としても知られており、長浜を発着する遊覧船も運航されている湖北岸には天橋閣、野口秀世記念館などがある。冬には強い季節風に吹き上げられた水しぶきが木などに付着してそのまま凍りついてできるしぶき氷が有名である。戦前、戦後の日本の電力需要のほとんどは、 水力発電で賄われており、稲わしろ湖の湖水を利用した発電処分で生み出される電力は、長らく関東地方の経済、産業の基盤を支えた。満水時の発電量は、関東地方全域は、もちろんのこと九州地方にまで送電できるとされ、電気の湖と呼ばれた。1951年秋に渇水となった際には、関東地方が臨番停電。 緊急停電に追い込まれたため、稲わし湖の水位は注目の的となり、わずかな降水量でも新聞記事になった。稲わし湖の水杉ご家群落、稲わし湖の白鳥及びそのイ市が国の天然記念物に指定されている。ありがとうございます。